これはどういう状況なんでしょうかね。なんだね。意味わからないか、はい、すごい、なんか優が当たり前じゃないか。なぜなら我々は世界でもトップ1パーに入る金持ちだぞ。はぁ、設定に乗り切れてないじゃん。いや、ね、早い。一パーの金持ち。戻んの早いよ。一パーの金持ち。君はこう思わないかい。ブレイキングダウンは現代のオンラインコロシアムだと。ほっほっほっ、それ傑作。ほっほっほっほ、ビシソワーズ。ビシソワーズ。ビシソワーズ。ビシソワーズってなんだっけ。ジャガイモの冷製スープ。冷たいスープ。タッチは疲れてる。タッチは疲れてる。長い。はい、ということで今現在朝10時半なんですけど、動画時間で言うと明日ブレイキングダウン本番ということで。ああ、そうだね。今日はトレーニングするタクの一日に密着しながらワインでもたしなんでいきたいなと思います。皆さんはタクがどれぐらい頑張ってるかっていうのはまだ見たことないと思うんで、一日これぐらい頑張ってるんだぞとっていうのをワインを見ながらお送りしようと思います。そうですね。俺ら慣れちゃってるけど、あれずっと後藤祐樹さん殴ってんだよね。あ、俺もなんかあの人後藤祐樹じゃなくてサンドバッグ。盛り上がってます、うちは。あれ頑張ってるね。もうね、食べたいものも食べるし、ちなみに1ヶ月前69キロだったんですが、今もう66キロ台まで落としたということで。おー、素晴らしいですね。すごいね。クソ、体重落とすの辛いわ。1ヶ月前で契約体重66キロの中 69.5 ぐらいあって、2週間前に測ってもまだ 3.5 キロあって、やべえって焦ったこの 1,2 週間です。生ハムうまいね。生ハムうまい。チーズとかうまいよ。チーズとかタク食えないから。ビシソワーズ。もう早えな。一番ネタ用ですよ。ちゃんとあれ紙をね、破らないように怖くやってる。ガムテープでしっかり補強されてるから。おお。なんか切れてるよ。切れてる、切れてる、切れてる。ボクシング、これじゃない。すいません。はい、皆さん、こんにちは。なんか不思議なことが起きたぞ。なんだった。まあ、とりあえず女なんだけど、まあ多分貧困層だい。だい。金持ちだよね。まだ入ってる。なんか YouTube 見てるって言ってた。ああ。で、なんかこれくれた。うええ。自宅自宅くれた。ちょっとくれて。で、最後に厳重にうるさくしないでって注意された。ああ、これあるから静かにしてって。まあ、騒いだら何くんだよ。どんどんランク上がるんですか。これあげるから。最初はアルファードとか思わなかった。ラクもトレーニング戻っちゃったよ。バイ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 。なんかレベルアップしてない。早い早い早い。おお。まず毎日何してるか教えてくれ。くれ。朝夜2回に分けてるけど、1時間半から2時間有酸素して、これはもう体重を落とすため。ウォーキングとかランニング。そうそうそう。とヒート。ヒートもやってるの。これは瞬発力、心拍数、BPM 上げるためにヒートトレーニング。本番上がるから心臓鳴らしておかないとってことで、ヒートとキックボクシング、これ週3、4。マジで結構ヒントかよ。と筋トレ、これですね。俺が強くなるためにやってることは。結構ガチでやってるね。ね、隙間で。ビシソワーズ。1日に1時間半有酸素できるか。できないね。毎日だよ。何度だってビシソワーズはできるぜ。ビシソワーズはできるぜ。彼にこの高級ワインは飲めまい。今日はこの後何をするんだね。この後まずは筋トレして、キックボクシング行って、ヒートですかね。今食べたいものは何だ。家系ラーメン、ハンバーガー。ジャンクだね。メモしてあるから、ツイートに。ツイート。ツイッターとツイートがちょっと混ざっちゃったのかな。そうだな。ツイート解析までされちゃったよ。いいじゃん。いいじゃん、そんぐらいさ。ずっと我慢してるのかね。ずっと我慢してる。偉いぞ。マジ俺も最近鶏肉しか食ってない。主軸鶏肉。主軸。主軸。まあ、ジムは何時から。ジム12時ぐらい。30分後。はい。
じゃあランチでもしますか。彼は今から重いものをね持ち上げて筋肉を傷つける作業に入るらしい。それを見ながら美味しいランチ。食べたいものも決まってるんだね。なんで？世界最高級ハンバーガー。シェイクシャック。シェイクシャックをタグの目の前で食え。キャー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 。ビジスワーズ。ビジスワーズ。ビジスワーズ。ビシ。おっとあった。おっと。なんか走ってるやついる。シャドウしてる。愉快愉快。こいつ重いもん持ち上げてる。なんでそんなことしてんの。大変やな。おい早くしろ。早く上げてくれよ。あり終わったばっかだ。すいません、やらせていただきます。ビシソワーズ。ビシソワーズ。飲むえ。飲むえ。取れない。おい芋虫よこせよ。サナギだ。サナギしてる。ドーンシェイクスター1。いいよ。よいしょ。おお。僕なんで俺こんなことやってんだよ。俺減量終わったら食う予定の中の一つに入ってんよ。これ入ってんだ。結構前そっち側行っちゃったもん。撮影やからな。ちょっと気まずそう。森山大先生が指導しております。もっと乗せる。オッケー、喧嘩で、おっしゃ。おいおい。森山先生、ちょっと見本してやってください。はい、見本お願いします。後ろ方針に見本してやってください。お願いします。見てろ。方針。あー。お願いします。お、いい。もっと開いて、もっと開いて。もっと開いて、もっと開いちゃう。閉じます。ここ、そうそう。何、何、何。なんだよ。遠くに、遠くに。無理だよ。酔っ払ったんけ。ザコがや、ザコがや、どいてろや。天竜人の中でも下。お前ら大二王子のくせ生意気だな。お前ハゲてるくせ王子と確信してんじゃねえぞ。ハゲてるからかよ。あ、いいんですか。乗りたまえ。失礼します。あれ間取れてる。あ、お、お、釣り合ってね。釣り合ってる。すごいすごい。よし、何時から、まあ、行く。ここ痛いな、気持ちいいわ。ここめっちゃいいな。じゃあお前らここ行っていいよ。トレーニングしてくるから。まあ、後から行くわ。頑張ってきます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。あいつ酔っ払ってねえのか。帰りますわ。帰りますわ。密着してあげないっていう。痛い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 。はい、ということで次の場所はお昼今木さんのキックボクシングジムです。はい、頑張ってるよ。頑張ってるな。してるわ。あ、本物だ。一旦さ、これの許可取ってきていい？あ、オッケーオッケー。気合ってる気合ってる。ワンチャンネル。先生よろしくお願いします。あ、どうも。はじめまして。まあ許可とかいらないし。終わりました。行くへ行くへ。失礼します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おい、強いっすか。強い強い。リードパンチね。ハードパンチですか。おー、ハードパンチ。やってるからここでハードなトレーニングを。出るんですか。いけんじゃないですか。昨日プロ選手と一緒にやってますから。一緒にやろうよ。一緒にやろう。まあ、とりあえず行った後のビシソワーズ。こんなとこで酒飲んでるぐらいだったら一緒にトレーニングさせていいですか。やりましょうか。やりますか。もちろんです。権力でどうしましょう。いくら払えばいいですかね。あんまけ、受けてみよう。受けてみよう。でも俺暴れ折れてるけど大丈夫だよ。だって客は折れてないでしょ。この間あの竹原慎二さんのスパーして暴れ折ったすごいです。やばいよ。暴れって簡単に折れるもんです。いや竹原さんのはね。30秒のサンドバッグ打ちってすごいきついんですよ。30秒間とにかくたくさんどれだけ打てるか。あ、それをね、あの10ラウンドぐらいやってます。10ラウンド。やばっ。やばっ。じゃあ1ラウンドだけ経験させてもらえ。いや、10ラウンドやろうぜ。うわぁ。最初、グー、チェンジ、ポイ。はい、ポイ、シュイ。イエス。普段動いてない、お前らがいけ。でね、これ、やるんです。タグもやるんですね、今から。一緒に。一緒にやれるんだ。よし、頑張ろう。レディー。はい、スタート。
手を拍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 手を休むな。ラストは行こう。ケースケ。まだ締め。まだ出た。ケースケ。すでに意識を失っている。ケースケもういいんだ。もういいんだぞ。お疲れ。くそ。見ないわ。頑張ってるわ。うん、じゃあスイーツ食べるか。じゃあ頑張ってるしな。タケル大好き。マチップ用ね。終わったら殴るからな。俺これ押してる最近、生ガトーショコラ。これマジで。今の調子乗ってる。プロペッシャー。おお。重いね。なんかだいぶ、うん、だいぶ甘いね。ハードパンチャーなんじゃない？ハードパンチャーっすか僕？ハードパンチャーっすよ。右投げ非常にやばいっすもん。僕、右投げだったんですよ、野球やってる時。インパクト、はい、パーンと当たり、パーンと当たりですか、はい、インパクトしてるんで、あ、当たった瞬間ね、汗がもう、うん、いいんですよ。あ、そうなんだ。野球やっててよかった。今日のトレーニングこんな感じです。はい、今日のトレーニングこんな感じで。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ブレイキングダウンまでよろしくお願いします。よろしくお願いします。またよろしくお願いします。トレーニングお疲れ様でした。あ、お疲れ様です。お疲れ様でした。今日はこれで終わり。いや、泣きに出ろ泣きに出ろ。うちのタクだ。そんなんじゃ負けちまうぜ。まだまだやるで。ヒートトレーニングありますね。 HIIT、 はい、HIIT トレーニングっていう。ちょっと調べてください。何やる。調べてください。誰だよお前。なんでブラウザバックさせる。そうだ、コフィルマキさんのチャンネルでね、タク対俺ら3人やってるんで、そう見てください。森山がめちゃめちゃ殴られてる。さあ、昼飲みも夕方飲みになってきましたね。だいぶ日が暮れてきたね。それではポトフ。ポトフじゃがいもと。あとで撮影中なんで静かにしてください。業務中だみたいな。でも俺ら貴族と比べてその仕事にどれだけ価値があるのって話でしょ。うん、貴賤の差っていうやつ、ね、ああ、貴賤の差。なんでそのどん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 テロップ入れた。うん、知ってんね。おお、いいラッシュだね。ここぞとばかりの。ヒートトレーニングって何ですか。彼説明下なんで走ることしかできない。ヒートトレーニングは痩せるトレーニングです。だいぶ発症最小限。ダッシュインターバル、ダッシュインターバル、うん、何本かけるダメなの。120×8分ですか。120×8分、うん、ダッシュ、うん、これを毎日。はい、そうすると体重がストンと落ちます。デブの君、一緒に頑張ろう。言葉選べよ。言葉選べよ。ちょっと傷つくやん。彼語彙力ないんで許して。別に悪いやつじゃないんですよ。バイトー。いいよ。よっしゃよっしゃ。あと5分だ。あ、なんか一言ありますか。一緒にやるね。かもやべ。まあちょっと誰かしら必要が。あ、お、あ、肋骨に。肋骨に。ワイン持っていった。絶対びしょびしょになっちゃう。憂鬱ってなんだろう。わかんない。何。あ、来てる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 。全然来ないじゃん、憂鬱。おい、半分。半分ですね。一人。なんか、嘘おかしいやつ来た。憂鬱してる。疲れたな。まあ一本だけ。山さん、しびですね。あの二人は自信あるんだよ。森山ブレイキングダウンもなんなら俺が出たいぐらいのバイブスだったんだけど、絶対やめた方がいい。全力で止めよう。来た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 。抜かれた。完璧だぜ。完璧だ。しょぼい。みんなで走るか。みんなで青春か。走ろう。結局な、応援してんだよ。俺応援してんだ、めっちゃ。え、ついてこれる。みんな先行っとく。いや、ついていく。行くよ。当たり前だ。行きます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 。
リュウリュウリュウ自分のペースで行きたいぞ。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱ完璧に踊って煽り散らかしてんの。あ、いける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 。まず説明して。全てを。全てを説明して。ブレイキングダウンで入場曲っていうのがあるんですよ。そこで相手が後藤祐樹だから後藤祐樹を煽るために恋愛レボリューション21を完璧に踊って煽ると。はい、はい、なるほど。関係あるんですよ、後藤祐樹と恋愛レボリューション。知らないんですか。実はですね、後藤祐樹選手なんとゴマキの弟なんですよ。俺がもしねゴマキの弟だったらもっとゴマキをしゃぶり尽くすんよ。ん、うん。何何存在を。知名度を利用して。そう。でもできてないの、ゴマキ。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 ゴマキが姉ちゃんいるんだ。姉ちゃんに申し訳ない気持ちで踊れないんでしょ。はいはい。もう代わりに踊ってるから俺ら。はいはいはい。紳士。そこでサオリンさんが来たのはどういう理由なんでしょうか。私が来たのはダンスを教えてほしいと。なるほど。ダンスできる人いないかなと思ったら、もっとアイドルがいたって。ああそうだ。え、すみません、元アイドルなの。元アイドルだ。多分大体の女子は踊れんの。マジ？そんなことない。いい感じで見る。ちょいい感じ。あ、いいね。ちょいい感じ。ちょいい感じ。でこ、おい、ふざけてるよ。厳しいね、先生。ふざけないっす。ラブレボリューション21。ウォー、形になった。あとはブラッシュアップするだけ。いいね。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ。一日お疲れ。はい、よく頑張った。そしてここ1ヶ月もね、ずっとこんな感じでスタッフは過ごしてきたから。そうなんですわ。ついに明日ですね。あ、そうか。はい、動画上明日です。動画上明日です。あ、そうかとか言わない。YouTube でどうですか。なんかオーディションでバナナ踊るのが俺の8割の仕事だみたいな。ああ、言ってたね。でもこのままただのバナナナ踊った男で終わっちゃいけないっていうのが自分の中であるから。うん、そうじゃない。やらねえとっていう気持ちが強いね。日々緊張だよね。残り20秒か15秒ぐらいでさ、笑ってくんね。タクが折れた、タクが折れた。いけるじゃん。いや、でもボコボコされてたらもうやんなくちゃ。全然ありえる。まあ、勝てると思う、俺は。俺も思ってる。今ね、勝負しに行くときに負けると思って戦いに行くべきじゃない。それはそれはそう。やっぱまあ、右思いの一発、ドカンが欲しいな。でもそれちょっとバレちゃった。あ、バレちゃった。警戒されてる。いい、気をつけろ。ホットットチャンネルだっけ。ホットドットチャンネルの編集者が探り入れてきてるんです。編集者が多分そのインスタ、あの YouTube チャンネル登録多分してんよ。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。情報出回ってる。ここでしょっぺい試合してしょっぺい負け方したら、うん、俺の人生からちょっとそれちゃうんだよ。うん、やっぱ常に見せてきたからさ、うん、結果でふざけるときはふざけるで、やるときはやる。あー、いいね。っていうそこの二面性をちょっと見せたいね。ブレイキングダウン。確かに確かに。素晴らしい、お前のメンタリティだろ。うん、あとや。素晴らしい。ということで明日11月3日ブレイキングダウン6、概要欄からペイパービューを購入してみんなもタクを応援しよう。普通に応援してほしいです、タクのこと。はいはい、ということで皆さん、タクのブレイキングダウン晴れ舞台なんで応援してやってください。よろしくお願いします。それじゃあ皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。アクション。え、何してんの。あ、なんか最近流行ってる喧嘩道っていうアプリ。ああ、
俺それ出る。え、出るの。うん、バナナ人気で出てる。あ、そうなんだ。うん、それ絶対強いじゃん。え、絶対強い。俺で。そうだよね。うん、じゃあ俺もインストールして遊んでみるわ。ぜひ。